とんでも戦士、ムテキングは、1980年9月7日から1981年9月27日にかけて、フジテレビ系で放送された、タツノコプロ制作のテレビアニメ、全56話。2021年秋に、ミュートキング・ザ・ダンシング・ヒーローのタイトルで、リメイク版が放送予定。タツノコプロ制作による、ヒーローギャグアニメ、原色を派手に使った、 ナウイコスチュームが特徴的。主人公は地球を侵略する宇宙人の一味、ダコブラザーズと、最初は動物、昆虫がためかで戦い、戦闘が佳境に入ったところで、全玉宇宙人の超能力でヒーローに変身して敵メカを倒す。アメリカンコミックの要素が畳み受けられ、特に舞台がアメリカ西海岸のサンフランシスコのモジリとオボシキとし、 ヨンフランシスコである前半は、それが顕著だった。33話以降は、東京の下町が舞台となりいくらか、トーンダウンしたものの、陽気なアメリカンコメディの要素は健在だった。ある夜、ヨンフランシスコに二つの流れ星が落ちてきた。遊牧研究所に落ちてきた一つの星は、悪者を追いかけてきたタコベーダーの保安官代行、タコローであった。 未知との遭遇に興奮する父を尻目に、息子、リンはすぐに友達となる。一方その悪者グループであるタコベーダー、黒ダコブラザーズは、無人のお化け屋敷をアジトに早速地球、征服計画を開始。タコロウの白浴びた人間をヒーローにする不思議な墨を浴びたリンは、ローラー戦士、ムテキングへと変身し、黒ダコブラザーズの起こす鎮ン騒動に立ち向かう。タコ星より、 地球征服にやってきた悪の四兄弟。退職は本来、タコロウと同じピンクだが、邪悪な心を持っているために黒い退職になっている。変身能力があり、征服作戦の実行時は数百匹のチビダコと共に、地球人の姿で活動する。ただし途中から、人前に出る必要がある場合以外は際は、元の姿のままで戦うことに。笑うときは口を、 両手で左右に広げ、うじじじと笑う。兄弟の結束は固く、一致団結して作戦に当たる。タコミが家出した際、そのショックのあまり地球征服すら放棄したほど、生物型のゴム銃メカに乗り込み、地球侵略作戦や、主人公との戦闘を行った。この名は、科学忍者大ガッチャマンに登場する、鉄銃メカの文字利と推測される。なお、当初は、 黒ダコブラザーズの登場する黒ダコメカが変身していたが、12話からはタコミ以外のメンバーが変身するパターンが登場、19話からはそれが本格化した。それに伴い、悪魔などの非生物タイプや人型タイプも現れ、一部界では複数体が同時に登場するようになった。ちなみに複数体複数の人物で変身した場合は、 黒ダコメか変身時や単独で変身した時のゴム銃メカかと異なりコックピット部分がない。なお、18話のみホットケソーサーの偽物、やっとこソーサーが変身している。41話のみ4人全員でという形で、タコミも含めて変身を行っている。当初は四フランシスコのお化け屋敷に住み着いていた。3度、四フランシスコ警察に、 逮捕されるも、2話では護送車から自力で脱出。7話では、猫に変身して監獄から脱走。9話では見張っていた、サニーからタコミが拳銃を奪い脅しながら、サニーを拘束した後、カラスに変身して護送車から脱出している。舞台が日本に移った後半では、孤児がアジトになる。まぬけな印象が強いが、技術力や戦闘力は、極めて高く、人よにして、 都市の機能を麻痺させるほどの工作を何回もやって、のけている。しかし、毎回、地球人に対する誤解を前提に作戦を、実行しているため、例えば16話では、人間は雨に濡れると蒸発すると勘違いして、雨を降らせるだけの作戦をする、など、結果的に害の薄い迷惑行為程度にしかなっていない。また、会が進むにつれて、作戦の規模は小さくなっていき、 日本に来た際は、単なるご町内のイベントに参加し、タコロを邪魔する程度のものになってしまう。タイムボカンシリーズの3悪同様に憎めない悪役キャラであり、宿泊しながら制服活動に励む。無敵ングに破れた後は毎回、応援をこうセリフを言いながら飛んでいく。また、33話より、敗北決定の瞬間、彼らのアップ画像が映し出される。 最終話では敗北後に逮捕され、タコ星へ連行される。その際は刑期を終えたら真面目になって、もう一度地球こうと兄弟で近い,合い、俺たち本当は地球が好きだったと名残を惜しみながら、地球を後にした。お化け屋敷の先住者。屋敷で優雅に暮らしていたところ、ある日突然やってきた、黒タコに平穏を破られる。話で仲間に加わるが共同で戦ったのは、 この1話のみで、あとはただ、モンスターズを歌いに出てくるかのんびりしているだけ。33話で、日本へ向かった、黒田ことは別れたが、あまり悲しくなかった模様。55話で再会したものの、テレポテチューブで、ヨンフランシスコのお化け屋敷へ帰った。本放送当時、ムテキング、タコロー、ホットケソーサー、トカゲッテル、サイザンス、メデタイン、コンチューター等の玩具が、 ポピーから超合金、ポピニカブランドで製品化されていた。2002年、DVD ボックスがパイオニア LDC より発売された。2017年2月にもフロンティアワークスからデジタルリマスター版 DVD ボックスが発売されている。系列は、本番組終了時、放送時間は個別に出展が提示されているつぼねを除き1981年9月終了時点の ものとする。2021年秋より、リブート作品、ミュートキング・ザ・ダンシング・ヒーローが放送開始することを記念して、2021年7月より、東京 MX とテレビ大阪にて、一部の回を抜粋して、セレクション放送が行われた。ありがとうございます。